どうもポンシラです。今回は新キャラのスーパー E 進論を使っていこうと思います。パーティーはこんな感じの GT ですね。いや最近ちょっと忙しくて世界一遅い使ってみた動画となってしまったんですが、来週からは大学の夏休みが始まるということで動画投稿をたくさんしていきたいと思ってます。それではやっていきましょう。わお、さあお相手さんは紫染めということで色相性が終わってます。ただ E 進論くんは振り向こうが結構あるんで割とやれそうではあると思います。さあよろしくお願いします。離れましょう。打撃は振っておいて、おっけ、釣れたぞ。さあ E 進論で殴っていきましょう。カバチェン向こうはあったな、いいぞ。さあ必殺で気絶 30% あります。しねえ、あ引かないか。さあ単発をくれないか。射撃打ってこーい。ダゲキャンありがとう。うん、ただカウンターあるな。まあ、とりあえず打撃で突っ込んでおいて。危ねえだろマジで、怖いな。まあ、カウンター使わせようか。跳ねまして、打撃は振れなかった。タックルかぶせるよ、オッケー。さあ射撃入ってくれ。よし、ここ入ったらダブル KU のイーシンロン君で殴っていくんですが、またカウンターあるわこいつ、強すぎや。やばい、振り向こう気出た、やばい。おお助かったぞ。打撃は振っておいて、釣られちゃった。不滅あるけど、まあブラベジ君で受けるか。耐えてくれ、よしナイス。気力減少入れたんでタックルいきまして、アーツもいっちゃってずらしまして、メイン切っちゃって、やってみるといい。おら落とせ、いや落とさんけど、まあ、究極いっとこう。ブラベジ経由なんで割と痛いと思います。あ、ゴジブルステね。さあ特殊アーツあるんで吸収したいな、お願い。ダギキャンね、危ないだろう、確定反撃です。でここで外す、よしいいぞ。さあブラベジ経由のイーシンロン君で殴っていきます。振り向こうあるよ、でメインも切っちゃって、エレフ行くぞ絶対に、送ってやる。あ即、よし、いやただただお前に逃げ、うーわ最悪やこれ。いやしかも射撃か、まあ不滅で受けよう。 OK。 さあこれでさらによだめ上がったよ。いや突っ込んできた、なんか死んじゃった。打撃一発で250万。あちょ待って、最悪、あ最悪、ごめんなさい、入れ込みだと思ってさ打っちゃったんだよ。やばい、三立てされるぞ。どうしようか、跳ねるか、タックルいくか。え、場になくない、よし。いや落としきってくれ、頑張れスーパー17号、お前ならいけるぞ。いや打撃なの、もう一枚持ってこれるかな。ナイス、持ってきた、危ねえマジで。さあ連続打ちと必殺で落としていきましょう。マジでゴジホ強すぎや。さあよろしくお願いします。お相手さんも GT パーティーですね。オッケー、最速回避。さあイーシンロン君で殴っていきましょう。カバチェン向こうと振り向こうがあります。いいよ、出てこないの、外しておいて、オッケー完璧。さあもう一枚引いてこれる、悪くないよ。特殊か、さあ打ってこい。どういうことそれは、意味が分かりません。さあ必殺でワンチャン飛ばん、おら、あ勝ちました、対戦ありがとうございました。跳ねまして、腹パン行こうか。おっと危ない。さあ打撃封入れたんでヒット確認、いっちゃいます、いっちゃいます。 OK 確定反撃、さあ行こう。イーシンロン強いよ、オッケー。なんで出してきたの、なんで不滅で受けてこない。あ踏ん張りあるんかそいつも。さあブラベジでアーツドローして、メインで待機短縮して、スーパー17号でもう一回殴っていきましょう。連続で打っちゃった、最悪。腹パンいって通常でいいよ、で打撃封入れたんでもう一回射撃打っちゃって通常で押さえておいて、いいよ、ずっとこっちのターン、もう連続で打っちゃいます。はい、腹パンいって、また打撃封入れたんで、いやー今度は回避を見決められちゃうか、うまい。さあブラベジで受けておいて、気力減少あるんで止まってほしい、止まった、
跳ねまして、突っ込んでこい、突っ込んでこい、突っ込んでこい。うわ、そっち返ってくるか。しかも当たっちゃった。それ外れてるくないか。でかい。回避を見して、オッケー。さあ、LF いけるぞ。打撃で突っ込んで、単発出して、UGA ムーブ。まあまあ、全然いいよ、これは。不滅あるんで。え、てか、お相手さんの EC の不滅使ったっけ？使ったよね。え、使った？え、本当に覚えてない、どうしよう。多分使ったと思ってるんだけど。OK？ え、使ってない？使った？どっち？え、わかんない、本当に。本当にわかんないわ。見せてやる。どうしよう、面切るか。さあ、タックル見えたぞ。お願いだから使っててくれ。究極いきましょう。たっぷり味わえ、たっぷり味わえ。これは LF 演出入ってるよね。 OK。 さあ、めちゃめちゃ長い LF 演出来ました。いや、僕イーシンロのセリフいちいち可愛いんでめっちゃ好きなんですよね。この俺の力を全て味わえるとは幸運なやつね。対戦ありがとうございました。さあ、よろしくお願いします。お相手さんはなんか未来パーティー来たんですけど、珍しくないですか。通常で押さえておいて、さあ離れよう。打撃案振って、単発出して、単発出して、危なくて即圧いっちゃうよ。なんかずれてるけど、まあいいや。さあ、ブラベジ組んで受けて、気力減少していきましょう。多分止まるはず。よし、止まったぞ、いいぞ。ただカウンターやだな。打撃案振って、タックル回避いっておいて、射撃打っておいて、しゃあない。一回は受けてあげようじゃないか。痛いな。未来パーティーのベジブルやべえ。あー、なんか当たっちゃった。まあ、イーシンロンで受けるか。さあ、ユニゲで気力減少あります。さあ、母体ですけど割と硬くないか。で、なんで面切ってきた。んで、なんで究極打たない、どういうこと。クイックアーツいっちゃおう。 OK、 入ったぞ。さあ、殴っていきます。強いぞ、衝撃火力クソ高い。んで、ロゼが出てきたらドロ速ダウンついちゃうんで、ブラベジ経由の17号で殴ろうと思ったらさ、必殺と特殊持ってきやがった。射撃打っちゃう、どんどん。天才、なんか耐えたんだけど。いいぞ、怖いぞ。腹パン行くよ、これは。おれ、どんどん打つよ、これ。通常でいいよ、どんどん打つよ、これ。どうしようかな。腹パン、あー、噛み合っちゃった。まあ、一心の組んで受けるか。さあ、これでまた気力減少入れます。 HP 回復もあります。究極、なんでこの人こんなに簡単に究極切ってくるんだ。さあ、ブラベジ君で余裕で耐えます。で、ここ待機回さないとまずいんで、メイン切ろう。で、打撃消化しておいて、タックル回避引きましょうか。ずらします、跳ねます。タックル回避引きましょうか。2連回避、通常ね。突っ込んでこい。いや、意外と冷静なんだよな。 OK、 確定反撃です。さあ、いい進路行こう。ちょっとロゼの手札吐きだるいな。さあ、必殺行こうか。気絶 30% あります。ロゼで受けてきたら死んじゃうんじゃないの。はい、最強です。跳ねまして、危ないだろ、即圧絶対入る、この人。入りません、ごめんなさい。さあ、ただ不滅ありますよ。なんでこんなにメイン切ってくるの、この人は。どういうことなの。もう3つとも使っちゃったよ。しかもキャラチェーンするんかい。さあ、不滅発動していきまして、タックル回避から射撃打っておいて、それかぶせれないよ。さっき即回避だったんで、即回避を見れます。 OK。 さあ、17号で落としきれるかな。そっち出てきちゃうか、だるいな、ちょっと。まあ、これはイーシンロン君にチェンジして気力回復して、あ、つなげようと思ったけど気力回復足りんかった。射撃打っておいて、通常で抑えて、もう射撃打っちゃいます。ずらします。 OK、 確定反撃です。
さあ、LF いけるぞ。中距離いくか。よし、噛み合ったんでいっちゃいましょう。何もかも消してやる。何もかも消してやる。カオサンタ。グッバイ。クソイケメンすぎる。何この勝利画面。